はい。まあ朝からちょっとイオン行こう思ったんですけども、ああいうところもパチンコ屋と同じで10時からしか開いてないんですよね。それで今もうあと15分ぐらいあるんで、ちょっともう動画1本撮れるかなと思って、はい、撮影しております。ね、仕事もね、一見ちょっと応募したけどどうなんかなって思って、仕事メインで応募した方がいいのかどうなんやろ、いいなと思ってんやったら週5でも行ってみるか。歯医者がねあるからね、めんどくさいんですけども、でも電車通勤もだるいしな。毎日のこと考えたら朝9時からでね、電車通勤まずいわ。ちょっとコーヒー飲ましてください。コーヒーを凍ってるんですけど。あ、マジで。あかん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 。ちょっと止めます。言うとズボンおもらしみたいになりました。ほら、コーヒー股の間に挟んでキャップを開けようとしたら溢れてきたみたいで最悪やん。やっぱり横着するもんじゃないですね。明日ゆきちゃんと会うのに、これ洗濯いうかあれやね、まあ、仕事あるかもからんから持っていくんですけども、水洗いしなあかんね。水洗いしてこれはすぐ乾くんで外に干しとくみたいな感じでしよう。コーヒーなんか何ちゅうのビタビタになるよね、こう水じゃないから、砂糖とかそんなん入ってるから最悪やな。コーヒーもこぼれてもうたわ、なんかコーヒーこぼれた動画になった。ここはこんな公園なんですけどもね、はい。はい、こんな顔したらただ振りみたいになってもね、って。じゃあここで一旦切りますわ。